映画監督なれました？映画監督、やっぱさ、映画監督かどうかって、これが映画かどうかじゃない。まあ、時間かかった、もうなんか心折れそうなぐらいの 全然寝ずにめちゃくちゃ編集して終わったけど、やっぱそっからタイムカプセルみたいに眠ってたよね。まあ、申し訳ないよ、ちょっとこんなに待たしたのは。なんかやっぱ気持ちで、クラファンとかみんな声かけてさ、いろんな人力借りて、その気持ちっていうものが持つ時間っていうのもやっぱあるじゃない。まあ、魂のトレードっていうかさ、そこのなんか信頼みたいなものを買ってくれてる人もいただろうし、まあそれは映画見てもらえればね、ちゃんと返せると思うんだけど、まあ心苦しかったな。結構言われたりしました。めっちゃ言われて、もうなんかテンション下がりマックスだよ。どのライブハウスとかクラブで言われてもさ、まだなの？挙句さ、もう公開されたと思ってる人とかもいっぱいいたじゃんね。なんか、あままだり見れに、てないんだよねとか言って。そう、いや、まだ公開してないですもん。まあ、やっぱりね、未来さんもさ、まあ、その映画の座組に全く媚びない作りで作ってて、みたいなことを、まあ、言ってるじゃない、インタビューの中で。あれって、すごい俺は褒められた気持ちだったんだけど、その時は。配給だったりとか、そうやって世の中にそれを広めていく人からすると、その座組に乗ってないっていうのは、やっぱ計算が立たないんだよね。それによって何キャパの人を入れれるから、こんだけの予算を割きましょうとかいうさ、予算が組めないっていう、座組に乗らないオルタナティブな作りとかって、自分はすごいドキドキできるフレーズなんだけど、特に予算がかかってるから、映画、まあ、なんかそのものを扱う勇気のある、まあ配給だったりとか、まあ、面白がってくれる人はいっぱいいたんだけど、なんか東京中のいつもお金を出してくれるその制作委員会のみんなに声掛けをして、でも全員やらないと。で、なんかこうコロナもあって、つまりなんか今作られて今完成しているものが本来ここで公開をするっていうのが、みんなそこがぎゅうぎゅうになってしまって、かつなんかそんな全身真っ赤な男が監督する作品で。だってもう未来さんとかがさ、レール引くのとかさ、率先して引いたりとかしてたから、まあ結構浴びたよ、このいろんな酸いも甘いも。だけどやっぱちゃんと物が残ったってことが全てだから、やっぱ船出に旅立つわけでしょ、こっからね。それはもう一個勝ってるよ、こんな時代のすごい大変な中で。もうそれはでも本当に もう本当にクラファンとか協力してくれてありがとうだよね。いや、本当にで本当きにあない。りがとうです。映画がやっぱ編集が終わった後も、こっからもう半分のストーリーが始まると思っててさ、特にこうやって現実と映画の中での時間ってものを境界が曖昧な生き方をしてるし、まあそういう曖昧な作りをしてるしさ、現実に溶け出すような、こっからまた新しくさ、いろんなストーリーが、始まると思うし、他人っていう媒介を介してさ、自分にまた届いたり、いろんな人に会えるんだろうなとは思ってる、いろんな現象に。だからさ、きつかった分取り返そうぜ。と美術の方を手伝ってて、今やっと帰ってきた感じです。ついてやってます。何がいいですか？本当に遠くまで飛んでほしいな。なんか違う惑星まで飛んでほしい。試写みんなで見た時さ、早苗さんがさ、立ち上がってさ、なんかなんかこの映画以外映画じゃないって言ってたよね。 あれやばかったんだよ。そんなことはないと思ったけど、天国もさ、例えば国なんだとしたらさ、なんか放送とかあるかもしんないじゃん、U-NEXT みたいなさ、なんか引っかかってほしいな、なんか見てほしいなみたいな。それこそ「オライブ」とか試写とかもまだね、やれてなかったからさ、音楽は参加ね、一緒に作ってやったけど、やっぱ見れてないしね。それはやっぱヒーニーのね、やっちゃん兄ちゃんとかもそうだけどさ、
なんかそういうすごい切実なとしか言いようがないようなドキュメントと、もう作品としか言いようがない、なんか他人のものになってくものがなんか同居してて、うん、なんか自分自身もさ、まあ現実を生きてるけど、なんかファンタジックじゃん。一番初めにホームページにエッセイ書いて、うん、そのタイトルが私を映画監督にしてくださいでしたけど、うんうん、映画監督なれました？映画監督、やっぱさ、映画監督かどうかって、これが映画かどうかじゃない。やっぱりあそこに一個の冷静があるかだと思う。まあ魂が宿って一つの作品として存在できるかどうかなんじゃない。自立できるかどうかというかさ、 それが映画の条件な気がする。でアイアイはちゃんともう俺が消えた後も残るでしょ。俺が死んでも自分がもう、うん、いなくなったとしてもちゃんと旅できると思う。自分の足で自信がある。だからちゃんと映画なんだと思う。だから俺は映画監督です。